はよう。おはよう。おはよう。今日2018年の11月30日8時4分です。お、みすけおはよう。みすけ、KP に依存をするな。ダークサイドに落ちたのか。美化金税になっちゃったの。美化金税なの。亀さん、ワドツ。美化金税になっちゃったの。どうや、みすけ。お前が俺のこと支えないで誰が支えるんだ。みーすけ、みーすけ、事件だな。おはよう。はい、カメさん、おはよう。みーすけさん、うん、だって買っちゃったから使わないと。ダメだよ。みーすけさん、www 誰が俺のこと支えるんだよ。うん、頼むぞ。まあいいけど。あー、出た出た、タバコ2本吸いね。これあるあるね。みーすけさん、そうそう、うん、おはよう、うん、そそが支えんの。そそも最近投げねえかんの、うん、みんな投げなくなっちゃったから頼むよ、ほんとに。今月も終わりだね。みんなみんなどうだった。今月は1ヶ月があっという間だよ。人生あっちゅう間だな。人生あっという間だな。もうすぐ終わるぞ俺の人生。なんかすごいね、素敵な話を聞いたんだよ。素敵な話を。人間って死ぬ前に大量にドーパミンが出るじゃん。で、これあれだよ、オカルトだからね。ドーパミンがブワーって大量に出るんだよ。で、その時走馬灯じゃないんだけど、人生をフラッシュバックするんだって。ぐわーっと自分の人生をものすごい一瞬の間にとんでもない膨大な時間を過ごすんだって。もう要は人生をリフレインするんだって。脳のドーパミンが大量に出て、でその時に面白い話が、やりたいことをやってなかったやつにとっては後悔をずっと永遠と繰り返すわけ。死ぬその間際までブワーっと。で、やりたいことをやってたやつは天国みたいな時間を過ごすんだって。はあ、あの時こんないい思い出があったな、こんないい思い出があったなって。すごくない？でもその感覚って俺わかるんだよ。その永劫回帰ってよく言ってるけど、自分の人生を繰り返してるって。だからそのリフレインしてる人生なのかもしれないよね。もう一回その人生を死んだ瞬間にやり直すっていうかさ、面白くない？だから生きたいように生きようぜ俺らは。思うんだけどさ、金がどうとか社会的な地位がどうとか名誉がどうとかいろいろあるけど、それって生きてる時の価値観じゃん。なんか宇宙とかそういうでっかい、その死んだらって考えたらさ、なんかそういうくだらないものって
なんかダメだよなって思わない。なんか本当に心を満たすことが一番重要だと思う。タイムセール逃したか。あーなんかやってたね。月末になるとねあれやるよね、あの招き猫とさタイムセール追い上げるよね、月末必ず。買った後すぐタイムセールで悔しい。まあタイムセールに買いだめが正解なんじゃないの、わかんないけど、本当の花火師はそうしてるらしいよ。まあいいじゃん。でもきつくねえのか、みーすけもみーすけでやりたいことあって、いろいろ仕事も頑張って。無理すんなよ。あの俺はすげえ助かってるし、俺はすげえみーすけの花火ありがてえけど、みーすけの生活が一番だからな。そこはあの無理はすんなよ。無理したリスナーは離れてったから、うん、無理はすんなよ。あの本当にマジで。だったらなんだろう、うん、10年見てほしいから、うん、10年20年見てほしいから、生活は切り崩すなよ、うん、生活はあの祖祖が切り崩すから大丈夫だから。祖祖が生活を切り崩しながら投げるから。1ヶ月に使う、ああ大丈夫、ワド貯金もあるんだ、うん、そうか、でけえ恩もらってるな。レッドカーペットに招待しないとな。レッドカーペットに、うん、
スペシャル協賛スポンサーとして。あ、そう、オッケーオッケー、ありがとう。いいリスナーだよ本当に。おはようギニューさん、おはよう。あたつ、なんかみんなでうまく生きてえな、仲間らでな、みんなで夢叶えて遊び尽くしてえな、じいさんばあさんになった頃にはな。老人ホームでもやろうよみんなで、最後を迎える老人ホーム。あら、俺ら2,30代だからな、2,30、40だろ俺ら。俺らが世間回すとしたし、ねえ、ガハハって笑いながら、若いやつ見つけて、若い息のいいの見つけて、みんなで育てようぜ。夢は叶えたつもりだけど成功はしてないな。成功ってなんだろうね。俺の成功の定義は、手に入れたいものを手に入れ続ける力のことを成功っていう定義にしてる。俺がやりたいとか、俺がわがままを発動した時にそれを実現できる力。成功って功を成すって書くんだよ。功っていうのは結果を指すの、手に入れたいものを指すの。だから功を成すだから、俺が何かが欲しい、映画作りたいと思って映画が作れる力のことを成功って呼んでる俺は。だから夢は叶えて、次の夢ができた時にそれを叶える力が成功だと思うよ。そんな周りの人からチヤホヤされるとか、社会的ステータスがあるとか、なんか億万長者になったとか、そういうもんじゃないと思う。だから成功の形はここにいる人それぞれある。うん。俺には俺の成功があるし、ギニューさんにはギニューさんの成功があると思ってる。だから俺は他人が求めてる成功なんてどうでもいいと思ってる。俺が手に入れたいと思ったものを俺が手に入れることができるわがまま力っていうのかな。が俺にとっての成功かな。要はわがままに生きれるか、手に入れたいものを全部手に入れられるかどうか。それが入れられなかったら成功なんて何でもないでしょ。好きな女を口説けない、金は持ってても好きな女を口説けなかったら意味ないでしょ、うん、だから俺らが欲しいものは金で買えないものなんだよ。でしょ、金で何でも買えると思ってるからおかしなことになる。俺らが欲しい、いつも欲しいものは金で買えない何かなんだ。俺は欲しいものある程度手に入ってもういいかなと思ってる。じゃあいいじゃん、セカンドライフで、うん、手に入れたいもん全部手に入れてんだから。あとは次夢追いかけてるやつとか気に入ったやつを応援すればいいんじゃないの。俺はそのあるよ、60、今話したけどミースケと60、70になったりとか、ある程度力がついた時に、あ、こいつ育てようっていうか、こいつに俺の意思継がせようっていうか。だからまあ会社やってるんだったら部下を億万長者にしてやるとか、自分だけじゃなくて部下を成功させてやるとかさ、そんな感じでいいんじゃないの。あとは自分が気に入ったなんかアーティストとかを支援するとか、谷町になるとか。おはよう学船長、
はよう。金があってもいくら無理っつうか、金で解決できることってたかが知れてるんだよ。金で解決できることってあのたかが知れてるの。あの俺らが欲しいのは金じゃない何かなんだよ。金じゃない何か。だっていくら金あったってピラミッドに住めないよ。運転中にコメントダメだよ。新人花火師募集中。もういないんじゃないの？俺思うけど、ふわっちの鉱脈はもう掘り尽くされた感があるけどね。もうダイヤの原石眠ってないと思うよ。もうこの鉱脈は掘り尽くされたんだよ。俺は YouTube っていう鉱脈にまだ何かある気がするんだけどね。どうなんだろうね。まあぶっちゃけた話さ、言っちゃなんだけどさ、ふわっちのリスナーでさ、和道って名前知らないやついないわけじゃん。でこっから新しいファンを探すって俺結構難しいと思うけどね。無理なんじゃないかな。だからまあ新しいことをやらないといけないと思ってんだけど、その YouTube だったり映画だったり何だったり弾丸塾だったり、そう、放送に興味がない人にも興味持ってもらうっていうか、なんかお金はだ、おー、タムタム来た、おかえり、タムタム来た、牛人間、おー来たな、牛人間、どうだ牛の体は、馴染んできた、どう調子はどう、ダメダメ、生きてたか、死んだと思ったよ。死んだと思ったぜ、長かったなもうつって。あ、そう、生きてた、どうだった手術は。ねえ、すごいよね。脳梗塞やって、脳、頭カッパーって開けて、脳いじくり回して、で心臓は牛になって。いやー、拾ったね、よかったじゃん、拾ったね、バッチリ、よかったよかった。であとはリハビリだね、ゆっくり過ごして。うん、拾ったなー、命、ラッキーだね、拾ったね。まだ死ぬなって神様が、まだ早いってさ、まだ早いって、うん、あとは大丈夫だよ、死に近づいた人間は強いから、うん、死に近づいた人間は強い、間違いなく。一人暮らしでそれなりの衣食住なら金かからないし、そこじゃないってわかるの30代あたりからだったな。無駄金使ったな。無駄なんてなくないか、無駄金っていうか、無駄なんてなくない、無駄はないと思うよ俺。なんか無駄だったなって思うことが全部つながってたりするんだよ。むしろね、俺はね、無駄なことをやるやつの方が好き。無駄なもんに溢れてるやつの方が好き。無駄はないと思うよ。で本当に無駄なのは何だろう、本当に無駄、やらないこと、やらないことが一番の無駄だと思うね。何もやらないこと、うん、いや無駄はないと思うよ本当に。どんな些細なことでもつながってたりするんだよ。それはね、たくさん経験してるかな。あ、これってこのためにやってたんだとか、あ、この経験ってこれだったんだみたいな。でもね、30代入ってから変わったのが、時間がこう過ぎるのが本当に早くなってて、残された時間を考えるようになり始めたかな。10代20代は無限の時間を過ごしてて退屈だったりとか、なんて言うんだろう、なんか死なないと思ってたんだけど、なんだろうな、最近はあ、もう半分折り返してるから、残り半分体感でわかるわけじゃん。あとどれくらいのスピードで人生が終わるなっていう、その時に何をこの世の中に残そうかっていう風に考えてる。繋がってる繋がってる。
腕時計好きな人と話があったりするように仕事回ってきたから、ああだから繋がってんだよ。そうそうそう、俺さ思ったんだけどさ、首輪が欲しいって言ってたけど、首輪これどう思う？ファッション、これチョーカーが欲しいって言ってたじゃん、買ってきたんだよね。これ良くない？腕時計これ最先端じゃない？これどう思う？みんなどう？腕時計と腕時計をくっつけてチョーカーにするっていう、だからここに腕時計がついてるって、これ最先端でしょ。これ流行らせようよ、これでもやっぱチョーカーあるとなんか首元がセクシーになるね。はいはい、初見さんいらっしゃい、米粒さん。シルバー似合いそうだけど俺のでよかったらあげたいな。俺には似合わない。え、送ってよ。じゃあギニューさんマジで送ってよ、シルバー。うん、気持ち悪い何気持ち悪いって腕時計つけてる。いや、首に巻くチョーカーが売ってないから腕時計2個つなげたの。腕時計ブループラネットで首に巻いたら最先端かなって思ったの。俺のトレードマークにしようかなと思って。ほら、でこれに鳥を合わせるんだよ。これに送って送って、ギニューさん大切にするよ。これに鳥をつけると最先端でしょ。ほらこれ良くない？ちなみにゴローズとクロームハーツどっちがいい？持ってるのつけないし、もうつけてくれる。あー、ゴローズとクロームハーツ両方つけないなら両方ちょうだい。クロームハーツとゴローズだったらゴローズつけてみたいかなっていうのあるけど、これがゴローズのパチモンだって言われてるから。あとその X さんがそのゴローさんとちょっとつながりあるらしいから、いや両方くれ、両方ゴローズとクロムハーツ。ジャラジャラつけたい。でもね、クロムハーツ、うん、まあいらないんだったらちょうだい。でできればゴローズの方が俺はいいかなと思うけど、もうガッチャガチャにつけたいんだよね。日進塾のファッションリーダーだもん。日進塾の、うん、かっこいいでしょ。俺の首元見たら時間がわかるんだよ。うん、あ、じゃあ、いや、何でもちょうだい。うん、大切にするよ。全部くれ。ガッチャガチャにつけるから、ガッチャガチャに。もう最先端でいこうぜ、最先端で。わけわかんなくしようぜ。あいつ何なんだっていう。中二病をこじらせすぎてなんかおかしなことになってるっていう。奇才感を出してこう。奇才感。あ、奇才だなって。奇才な人だなって。首の骨重さでやられない。そんなんでやられるぐらいの首だったら俺はそんな首いらない。ああどんどんわけわかんなくない？マントも、マント買ってよ、そうそう。マント買ってよ、マジで。マジでつけるよ。うん、長ネギ巻くぞ。もう、ほら、もうどんどんわけわかんなくなって、完成していってんだよ。中学2年生の頃に憧れた俺にどんどんなりつつあるんだよ。ほら最先端、ほらこれにカメラがあったらもう本当世界的な写真家でしょう。これほら世界的な写真家、うん、いいよー
いいねいいよいいよっつってもういいよっつっていいよいいよってロンギヌスの槍じゃないカシウスの槍あるよでもあれいらないあるあるまだある古いなぁ、うん、最先端だよね最先端なんかどっかの民族みたいになりたいもんどっかのわけのわかんない民族のおっさんみたいになりたいなんか一回でいいからガリガリに痩せてみたいんだよねガリガリになんか生まれてずっと小太りだから首輪つけた首輪首時計なんだけどねこれうん左腕をこっからここまでアクセサリーに全部したいのこっち側だけガッチャガチャにアクセサリー気に入ってるアクセサリー全部つけたいピアスは1個空いてるかな。ピアスはこっち側だけ空いてる、うん、なんだっけな、アクセサリーってもともとなんで身につけるかっていうと、その人の欠点とかを補うようにつけるらしいよね。だからファッションも実は自分の身体なんだよ。自分を表現するためのツールだから、だから何を身につけるかって実はものすごく重要なんだよ。その人らしさを表現するっていうか。やっぱそう思うよ。だからその人らしさを表現するっつってなんだかわかんない人にどんどんなんだかわかんない人になりたいよねなんだかわかんない人に子供が見てびっくりする人になりたいわあわあなんか変な人がいるって、うん、キチガイがいるよ見た目でキチガイをアピールしていきたい誰がどう見てもあ、気狂いがいるって気狂いがいるぞってなんかさ、スーツを着てるのが正しいやつジャケットを着てるやつがいいなんか成功してるやつって俺絶対間違ってると思うもん絶対間違ってる絶対間違ってるよ。機能主義、あーまあ機能主義だよな。初見さんいらっしゃい。どうも。どうも。風船ありがとう。なんかさ、俺さ。この前フォローしいいよ。この前さバーに行った時にバーのマスターからすげえ話、あ違う、俺これカオスから聞いた話だ。カオスのチベット民族の話を聞いて、チベットの人って旅行者が落としていく忘れ物の鍵を大切に首とかに下げてるんだよ。みんなの家の鍵とかを首に下げてんので、なんで下げるか意味が分かんないじゃん俺らからすると。
でカオスがこう言ったんだよね。チベットの人は家の鍵とかを見つけたら宇宙からの贈り物だって言って首に下げるんだって。めっちゃいい話じゃん。わかる？この感性よ。家の鍵を知らない人たちからすると家の鍵がアクセサリーになるんだよ、宇宙のからの贈り物だって。だからチベットの人家の鍵を首に下げてる。誰だかわかんない家の鍵を、旅行者の家の鍵を。俺それすげえ好きなんだよね。その感性が俺に欲しいよ。なんでそれつけてんの？いや宇宙からの贈り物なんだよね。絶対間違ってるけど、その日本人が聞いたら間違ってるけど、彼らにとってそれはさ、だからあのなんだっけな、それでバーで聞いた方の話が似たような話で、あのアフリカの奥地の原住民みたいなところだと、飛行機が飛んでると今日もでっかい鳥が飛んでるって言うんだって。だから飛行機っていう概念がないと鳥なんだよ。あ、今日もでっかい鳥が飛んでるよ。よくない？こういうの。なんか。もうそういうところで生活したいもんね。そういうところで、なんか、長老として君臨したい。嘘ばっかついて生活したい。かっこいい40歳になりたいな。超かっこいい40歳になりたい。風船ありがとう、プシカルさん。風船ありがとう。ありがとう、バーガー10個ありがとう。サンキュー。人生30で人生30であんなに言ってた頃懐かしい。あー30歳死ぬんじゃないかってね。どうもおはよう、シベリアさん、おはようございます。壊れちゃったんだよね。ここにこれがさ、パカって穴開いちゃってプシュプシュできなくなっちゃったんだよ。困るよね。そうそう、旅行ってだからヒゲも切らないと、短くしないとね、伸びた、ヒゲ伸びたね。ワクワクしねえな。手榴弾のパイナップルじゃないよ。
これはブロワーっつってカメラをこうほこり飛ばすやつね。テープで補強かな、なんか接着剤でここつけないとと思ってんだよね。熱でさ、ライターとかで炙ったら癒着できないかな、これ無理かな。熱でなんとかなりそうだけどな。すぐ壊れんだよ、物が。ハートありがとう、ハートありがとう。今日は何やろうかな。なんかその所有っていう概念だよね、欲望を満たす。本当は所有することなんかできないんだよ、仏教曰く、ブッダ曰く。でも人間は所有したいっていう欲求があるわけじゃん。何かを所有することできないよね。ああ、そうっすね、よっさんいつだっけ忘年会。よっさんから誘われてんだよな、忘年会いつだっけ。いつだっけ忘年会、いつだったか忘れ。まあまあ前の日あたりになんかざわつくから大丈夫だろう。前の日に、楽しみだ。初めて誘われたね。結構な人数来るんでしょう。ひまわりの前で売名できるの。ひまわりの前で、ひまわり客層いいかんな、実は。ひまわりめっちゃ客層いいんだ。あ、ゲームセンターでさ、メダルゲームやってこようかな、今日。ゲーセンのメダルゲームにクッソハマってんだよね、今。メダルゲームやろうかな。あれすげえ面白いんだよ。1000円で200枚だったかな。競馬ゲームとかもあるよね、面白いよね。ゲーセン行こうかな。配信ができるゲーセンがあったらいいんだけどな。もう今日は休む、今日休みたい、疲れたから。ねえ、ゲーセン面白いよね。30歳になってやることがゲーセンってもう終わってるけどね。息抜きも必要でしょう。息抜きも。
ケチユさん、おじさんも結構いたよ。あ、なんかおじいさん多いね。時計していってください。これ腕や首時計いいでしょう。これだって見たことないでしょ。これ多分なんだろう、パリコレのデザイナーとかが見たらかっこいい。40歳なりて矢印ゲーセン。ファッションデザイナーとかパリコレ見たらやっぱすげえってなると思うよ。あ、ワドすげえってなると思うよ俺は。あ、この発想はなかったわっていう。ただお金がないから100円均一の腕時計だけど、これロレックスとオメガでやったらもう完璧だからね。これ流行るよ。ロレックスオメガでやったらもう流行るよ。これ100円のブループラネットだから、100円均一で売ってる。なこれ腕時計1個ガガミラノに変えてみる。ガガミラノバージョンでやってみる。だ安っぽいからちょっとチープな感じになってるけど、これ高級時計でやったら多分かっこよくなるんだって。やってみようぜ。フグセンさん、それワドツのネックバンドじゃね。何ワドツのネックバンドって。これを高級時計に片方変えてみようか。高級時計にガガミラノに、ガガミラノにチェンジしたらすげえかっこよくなるよ。ほら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 、バランス悪いな。片方表バランス悪いな。これほら来た。タムタムさん、うなぎパイ届いた。うなぎパイ届いてない。ほらほら最先端。フグセンさん、早まるな。ほら最先端やばいでしょ。いやマジで最先端じゃないこれ。マジでほらいけてんじゃん。これだからガガミラのもう一個買ったらいけるって。高級時計でやったらそんなに何そのチョーカーみたいな、めちゃめちゃかっこいいじゃんみたいになるんだって。そうそうさん、うん、それつけて今何時ですかってナンパできるな。そうそうそう、今何時ですか。フグセンさん、時間に縛られる人っていうモチーフか、うん、いいよね。タムタムさん、いい ね悪くないよね。だファッションリーダーだから、ファッションリーダー固定概念。お前らみたいにスーツを着ないといけないとか、ネクタイをつけなきゃいけないとか、そういうのに縛られてないっていう、うん、縛られてない。最先端だから、ていうか統合フェスの T シャツに俺の名前入ってたのめっちゃ嬉しかったんだけど。統合フェスの T シャツ良かったよ。統合フェス。タマさん、そういうやつはバカにされるくらいがちょうどいいですから、ね、ここに俺の名前入ってるから、ワドって、ここワドって入ってるから、うん、いいよね、記念になるよね。これにライダースジャケット。キムタクさん、トウゴーフェスどうだった。これにこいつだ。フグセンさん、うれしくったん。タムタムさん、ガーラ欲しじゃった。おー、いい感じいい感じ。あ、もうスーパースターでしょ。スーパースター。うん、最先端すぎるな、ちょっとな、最先端だな。最先端ファッションでしょ。最先端いいな、仕上がってきたな、だんだん。これでギニューさんからもらうあのゴローズがこの辺に、ゴローズが入るから。
タムタムさん、あと腰回りやね。腰回り、そうだね。アメリカの映画とかに出てそう。うん、ねえ。うんぷくさん、すまない。ないわ。なんでないの？だからわかんねえんだって、お前ら、凡人には。だからパリコレのデザイナーとかだったらわかるんだよ。何この子ってなるの。お前らは青森とかの出身だからわかんないんだよ。田舎の方だから。王様だな W。ねえ、かっこいいよね。キングって呼ばれるよね。めちゃ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 かっこいいじゃん。最先端じゃん。これで俺がゲームセンターのメダルコーナーにいたらもうスーパースターでしょ。こうやってメダルコーナーでこう台をこうやってやってたらジャラジャラっつって、うわっつって、うわっ、ライン来た、お、ライン来た。ユピーさん、それで散歩できる勇気あるのか。ドラミちゃんさん、上野で空き缶拾ってた人が似たような格好してたよ。え？なんでホームレスなんだ。いや、原宿系だよね、俺ね。確かに原宿系、原宿っぽいよね、ちょっと原宿っぽい。わかる、原宿っぽいね。パミュっぽいもんね、ちょっとね。フグセンさん、お、そうだな。うん。キムタクさん、スケボーとか。スケボーあるよ。スケボー、サーフ、スケボーあるよ。全然。これでスケボーやる？スケボーあるあるある。そこにあるよ。タムタムさん、言うならベガス言うてやっちゃうけど。キムタクさん、スケボーしながら原宿散歩見てみたい、わらわら。お、ユピーさん、それでシケモク吸ってたら間違いない。あ、シケモク、いいねいいね、わかってるね、わかってるね、ユピーさんね。シケモク、そうそう。お、動画ができたっぽい。ちょっと待って、動画のテスト版ができたって。この前撮影した動画のテスト版が届いた。見てみる、一緒に動画お披露目する。ちょっと待って、どこだ、ダウンロード、これかな。見てみようぜ動画。ちょっと待って、これかな、これか。タムタムさん、みるみる。ちょっと待ってね、あれ小さくできねえわ。ちょっと待ってね、これで見える。あれ、これじゃないよね。あれ、これじゃないの。あれ、あれ、これ終わっちゃうもんな、このまま。あれ、これじゃないな。ちょっと待って、これあれだ、オープニングだ、オープニングだったわ。ちょっと待ってね、今ダウンロードするから。どこだ、どこだ、
どれだ。延長します、アイテムお願いします、延長します。え、どれだろう、これかな、あ、あったあった、これだ、ごめん、あったあった、俺がダウンロードミスったわ。見てみようか。よっしゃ、見ようぜ見ようぜ。ちょっと待って、今ダウンロード終わったから。いや、俺もまだ見てないから、ちょっと初公開一緒に見る感じだよ。ね、1分半の動画、これ本舗初公開だよ。本舗初公開。行くよ。俺が作ったわけじゃないからね。プロの人にこう教えてもらうために、こういう風に編集やったらいいんじゃないっていう。行くよみんな。オッケー。音聞こえる？音聞こえる？行くよ。3、2、1。やっぱ編集ちげえな、かっけえ。あ、こういう風になるんだ、かっけえ。なるほど。あー、いや、じゃあプロに作ってもらっ、プロに教わってるの今で、まあ、俺が持ってる機材でもこういうことができるよっていう。あー、なるほどね、すごいね、やっぱね。今、8割型のあらへんなんだけど、あー、やっぱ違うね、素人が作るのとね。あ、全然違うわ。これ、あれ、しかもあれだかんね、これ。ウェアラブルカメラだかんね。すげえな。モチベ上がるよね。で、映画の撮り方この人に教えてもらってんの今。タムタムさん、すごいね、やっぱ違うね。解放さん、ご案内ございます。おはよう、解放。で、こういう風に作っていった方がいいっていう技術をいろいろ教わってんの。これはね、なんていう技法だったっけな、そのなんか技法があるんだよ。もうなんとかだっけな。これ試した。招き猫ありがとう、徳明さん。招き猫ありがとう。
へえ、面白い。あー、なるほどね。これが俺が作ってる方で、その技術を教わりながら作ってる方が、こっち側が俺が作ってる方ね。どう、猫さん映画できたん？うん、あの映画の前の段階の出資を求めるための動画を作ってる。要はこれをそのまあ出資したいんだけど、どういう映画作んのっていうテストモデルで、こういう映像表現で作りますっていうのを作ってる感じ。だ、出資なんつうの、クラウドファンディングとかでもどういうのが作れるのかっていうのを見せてもらいたいって言ってたじゃん、みんな。すげえな、やっぱプロは。こっちが俺が作ってる方で、昨日 OK テイクはここまで出したんだけど、幻想的な映画ですね。そうだね、幻想的なの好きだね俺。やっぱこっからおかしいよね、ちょっとね。面白いね。いやー、またカメラ触りたくなっちゃったよ。今日休もうと思ってたけど、またカメラ触りたくなっちゃったよ。カメラ触りたくなっちゃった。招き猫ありがとうね。招き猫ありがとう。うわー、どうしよう。今日もカメラ触る？カメラ触っちゃう？あれ、俺今いくらだったっけ？3,358,000か。映像編集 PC。39万、いくらだったっけ。38万5,000円だったから3,000円かな、これで合ってるよね。39万。あ、でもなんだかんだパソコン代結構溜まってきたな。38万3,000。なんだかんだパソコン代めっちゃ溜まってるわ。ありがとうみんな。パソコン変えたら、今度はもうそっちのパソコンから放送するから、もう編集しながら放送する。